今回はデザインカッツから2020年11月に入手したバンドル品から220フローラルシームレスパターンズについて説明をします。で、これファイルタイプは JPEG とか PNG とか AI とかっていうことで、まあここにフローラルパターンズということで、まあ花関係のパターンがいくつかあって、まあ このサンプル画像では布関係が多いですけれども、こういうものですね。パターン、こういう図形というか、で、これ白黒ですけれども、PNG だとブラックとかっていうことで、こういう、えー、ものが支給されてます。で、いつものようにチャートで説明すると、 まあ今回は JPEG ファイルとか PNG ファイルで支給されているので、まあ今回 PNG ファイルでもうまとめて PHP コーディングによって PNG から s b g ファイルを自動生成して、で、もうブレンダーでこうやって 3D にすることができましたので、こういう感じですね。で、全く問題ない状態です。 で、こういう感じで、もう自動生成してるので、個々のこういう図形がもう s b g ファイルとしてできます。で、それを一つ一つブレンダーで処理していけば、今回のような、例えばこういう図形ですね。これがブレンダーだとこういう風うにできます。こうやって厚みをつけてますので、3D にすることがこうやってできます。 ですね、であとはもうこれを1つのカーブ図としてジョインにしてあとはアレでこの縦横にアレ処理でアレっていうのはこうですねここにアレっていうのがあるんですけれどもこの x 軸方向と z 軸方向にこうやって並べていけばパターンができますよね。これと同じものが、えー できますこれと同じものというかこれを並べるっていう感じですけれども左右あと上下ですねでこの Y 軸の方にも並べていったらまあどうなっちゃうんでしょうねちょっとやったことないんですけれどもまあパターンはブレンダーでもこのアレーですねこのアレーこれですけれどもここをクリックしてアレーを選択すればできますので ということで今回の説明は以上になります。